今日は YouTube を始めるねやり方について説明するんですけど、みんな気づいてないと思うんですよ。 YouTube を始めるにあたってまず YouTube で必要なのってPC とカメラなんですよね。これみんな全然気づけてなくて、もう僕の実体験を話すと、友達が YouTube やりたいよってね言って、じゃあもう道具持って俺の家来いって言ったんですよ。でそれで7分後、友達のね7人が来たんですよ。7人。でそしたらその7人、何持ってると思います？そうPC だけなんですよね。まあ自分的によく PC を持ってこれたか尊敬します。だからこれが分かることは、 PC があっても YouTube はできない、カメラがあっても YouTube はできない、これに誰も気づけていない。だから YouTube を始めるにあたって必要な道具は編集アプリ、カメラ、PC、 これがあれば誰でもできちゃうんですよ。でも現実は甘くないんですよ、残念ながら。じゃあ今あなたの登録者数見てください、ゼロですよね。これが現実です。例えば自分のね YouTube 始めようって言ってアカウント作ったとします。でもいざ動画上げて、その動画上げた次の日ぐらいになって自分の登録者と再生回数を見たら、再生回数10、登録者数1ってなってるはずなんですよ。これが現実です。でも運がいい人は稀に1本の動画を上げただけでもう1万人とか再生回数50万とか、運がいい人はバズれるんですよね。でも僕はその運がなかったから今こんな状態になってます。 YouTube についてを頭に入れとくだけで YouTube を簡単に始めるんですよ。友達に聞かれたんですよ、1000円のカメラでいいかと。僕ははっきり答えました、ダメだよと。例えば大物 YouTuber であるヒカキンさんとか、まあいろんな方いらっしゃいますけど、そういう方々たちが1000円のカメラ使ってたらどう思いますか？もう YouTube がなくなるんですよ。あとは超お金持ちがお昼ご飯うまい棒10本だったら皆さんえってなりますよね。これと一緒です。